こんにちは、みほし TV のみほしです。さあ皆さん、車中泊楽しんでおりますでしょうか。車の中でお手軽にご飯を作りたい、でその美味しいご飯を食べながら酒を飲みたいっていうわけで、今回の動画ではですね、私が普段車中生活をしている中でよく作る料理ベスト3を今回で皆さんにシェアしていきたいなというふうに思います。3つともね、すごく簡単な作り方でできちゃうので、ぜひね皆さんトライしてみてください。それでは行ってみましょう。おいしい、うん、ふわは、喉が渇いては料理もできるということでね、ケーキ漬けの一杯いただきました。はい、まずはね、調理する前に、私のこの車は換気扇がついているんですけど、換気扇とか、まあ、あとは窓開けたりとか、一酸化炭素チェッカーもね、しっかりと用意していただいて、安全に配慮しながら調理をしていきたいなというふうに思いますね。よし、はい、まずは何を作っていいかと言いますと、まあ、やっぱり車中飯といったらこれだよね、鍋。ちょっとね、どんどん気温がね暑くなってきて、なかなか鍋も食べないよという方多いかもしれないんですけれども、今回すごくお手軽な鍋の作り方、これをね皆さんにお伝えしたいと思います。まず結構私がよく使うのがこういったですね、まあ、カット野菜ですね。もうすでにカットされている野菜ね、白菜のみのものもあります。見て、安くなってた、60円、激安。あとはこういったキノコのね、カットブナシメジとか、こういうのも全部もう切られている野菜を私はね基本的に使っちゃいます。まず水をね入れます。でもこういったカット野菜をもうもさもさ入れていく、どんどんもさもさ入れていく。でお肉なんですけど、肉団子を入れることが多いです。結構ね、ものによっては賞味期限がね長かったりするので、車内で使う食材って日持ちしてくれるのがすごくねありがたいんですよね。で最後に鍋の素を入れます。私最近ね、この鶏だしうま塩味にめっちゃハマってるんですよ。これめっちゃうまいよ。であとはこういう豆腐ですね。もう切ったりするのめんどくさいんで、このままもうごといきます、ごと。はい、こんな感じでいかがでしょうか。ファイユみ、皆さんいかがでしょうか。こちらが出来上がった鍋です。めちゃめちゃ簡単だよね。だから具材をね全部ぶっ込んで、で待ってるだけでできるからね。いや、この手軽さが車中鍋の良さですよ。ちょっとこの豆腐とかね崩しちゃったりなんかしてね、これあとね、結構こういうのも便利ですね。これ乾燥わけぎって言って、これね、こんな風に小袋になっていて、これをかけるとね、またこれ美味しさが増すんですよ。パラパラパラと。それではいただきます。まずは汁から。うん、いいね。だしの効いた塩味、めちゃめちゃうまい。うん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 、こりゃビバ。肉団子もねしっかりと煮えております。うん、おいしい。やっぱ鍋の素ってね、結構いろんな種類がたくさんあるので、もうその日その日でね味変えていけばマジで飽きないですよ。さあ続きまして、こちら鮭を使って美味しいものを作りたいと思います。でまずはですね、アルミホイルをこのフライパンにのせますと、さっき使ったこのカット野菜、これをですねちょっとこう敷いておきますね。まあ、もやしとかがいいのかな。もやしとか、まあ、ニラ、キャベツ、まあ、何でもいいんですけど、鮭を乗せていきます。いや美味しそう。もうこの時点でもう美味しそう。そしたらこれもさっき使ったカットぶなしめじですね、これを鮭の上に乗せて、で醤油をかけておきます。最後にバター。バターはね、こういったチューブタイプのものとかがあると結構便利です。はい、こんな感じでね。でそしたらこのアルミホイルをね、こうちゃんとこう鮭が隠れるようにしっかりとこう包んであげる。はい、これから火をつけていくんですけど、水をねこのフライパンの方にです、フライパンの方にちょっと入れてあげると、これをすることで、まあ、焦げ付き防止だったりとかに役立つので、水は入れてあげるといいと思います。そして蓋。ファイユ
まあここから10分ぐらいですかね。まあ酒飲んでれば10分なんてすぐに過ぎてしまうでしょう。みさあ、うまくできているんでしょうか。お、いいんじゃない。あー、美味しそう。いただきます。うん、おいしい。鮭柔らかい。もうほんのりと醤油とバターの風味がしてめちゃくちゃうまい。このアルミホイルの上で食べればお皿とかも使わなくて済むんで、洗い物も少なくて個人的にはめっちゃおすすめです。み、はい、最後です。最後に作るのはこちら、お肉を使っていきます。肉で何をするか、そう、しゃぶしゃぶです。ポン酢にちょっとつけますと。いただきます。うん、おいしい。やっぱしゃぶしゃぶは最高。うん、いいね。どんどんしゃぶしゃぶしていこう。どんどん。いや、いいですね。車の中でビールを飲みながら一人しゃぶしゃぶ、贅沢。いいね。いいよ。よいしょと。ちなみにこの時もね、さっき使ったこういったカットキノコとかカット野菜ですね、こういうのも一緒にしゃぶしゃぶしてあげると美味しいし、栄養も高まりますね。いや、これはハイボールだな。ハイボールが飲みたい。おいしい。というわけで皆さん、ワイの車中飯参戦いかがでしたでしょうか。まあ、ほんとね、なかなか車の中でこういったご飯を作るちょっと抵抗があったりとか、あとはなんかハードル高いなって思われがちなんですけど、意外とねお手軽にパパッと作れるものがあったりするので、まずはそういったところから挑戦してみて、車中飯の魅力なんかをね、感じていただければなというふうに思います。他にもね、この車中飯おすすめだよっていうものがあればコメント欄で教えてください。ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みほじでした。またね、バイバーイ。うわ、マジで超お腹いっぱい。チャンネル登録はこちら。ポチ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 。